はいどうも、白コリです。コンコリー。今回は、桃タイプというゲームをプレイしていきます。バーチャルペットと生活するホラービジュアルノベルとのことです。で今回は、有志日本語化ファイルを使わせていただきます。動画概要欄にストアページへのリンクと、日本語化パッチへのガイドへのリンクも貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。可愛らしいペットをのはずなんですが、どこら辺がホラーになっていくのか楽しみです。スタート。あなたの住む町、ニューリボソームシティ。画面に回転する DNA の鎖が現れます。DNA は螺旋の網となり、やがて白い文字で書かれたイミテートコープのロゴとなります。CM が始まりました。モノタイプは2100年代に大流行したポケットサイズのデジタルフレンド。餌をあげて一緒にゲームをして成長を見守りましたよね。手間いらずだからお父さんもお母さんも大満足。あなたもリアルなお友達が大好きだったはず。たまごっち的な感じでしょうかね。あれからデジタル時代が到来し、私たちイミテートコープは社会の変化に気づきました。この国の出生率は、あの疫病以来、過去最低を記録しています。間もなく労働力は枯渇し、大量の失業者が発生し、経済は破綻へと至るでしょう。これは私たちだけでなく、大変重要なこと、GDP 存亡の危機なのです。私たちの提供するデジタルペット、モノタイプは、衰退していく環境での支えとなってきました。子供を持ちたい。残念ながらその願いはこれまでのデジタルペットでは叶えることができませんでした。しかし叶うのです。我々の新製品なら、子供と同等の存在？本日、モノタイプの新製品の発売をお知らせします。モノタイプが本物に、デジタルがフィジカルに、本物のペットのように抱きしめてください。本物のペットのように一緒に遊んでください。彼らの成長と変化を見届けましょう。かわいい。親となる喜びを知りましょう。今なら無料でご注文いただけます。数量に限りがありますので、お早めに。無料キャンペーンか。ここで選べるんですね。いや、ま、ここはね、注文しておきましょうよ。無料ですしね。はい。注文した品は予定より早く届きました。郵便局はモノタイプの注文をあっという間に処理します。翌日出勤すると、これは政府の支援プログラムであったことがわかります。上司がチームを集め、ミーティングを始めます。政府からの支援なんですね。ああ、君の注文はキャンセルになったから、仕事用のものを用意しといたよ。仕事用ってか、なんで勝手にキャンセルされてるの？上司から、社員全員がモノタイプを受け取ることになったと説明があります。会社から支給みたいな？イミテートコープと提携しているんですか？とある従業員が尋ねると、その通りだ、と上司は答えます。私たちはこの国を動かし続けなければならないんだよ。会社はその変革のための手段となるんだ。上司は拳を振り上げながら言います。給料は支払われないが、一週間などあっという間だ。金曜日にはピザパーティーだ。うん。あなたの住む町、ニューリボソームシティ。砂嵐だ。空気中に鉛が漂う。あなたがいるのは砂漠のような場所。自分の思考の音以外、何の音もしない。何も見えない。急にどうしたんだろう。明日の友達は一生の友達。数量限定ですので、お早めに。何今の？あなたは目覚めます。夢の名残は過ぎ去り、静寂の中に消えていきます。視界が戻ってきます。さっきの砂嵐は夢だったんですね。あなたがテレビを見ていると、ドアから物音がします。玄関に届け物が来ています。あなた宛てです。いよいよ来たか。あ、カゴに入ってる、かわいい。扉を開けるとそこには、カゴに入った小さな生き物がぐっすりと眠っています。睡眠取るんですね。裏返す。
注文したモノタイプが届きました。皮は柔らかく、耳は三角です。よく調べてみるとビーズクッションのような触り心地がします。広告通り触れることのできるモノタイプです。まあ機械なんですよね。すごく生物っぽいけど、ぬいぐるみのように見えますが、驚いたことにこのモノタイプは温かいのです。購入条件は明らかではありませんが、ちゃんと抱きしめた時に温度を感じることができる的な。持っていきますか。はい、せっかくなので。あなたはこの生き物を家の中に入れます。モノタイプの寿命は7日程度です。短くない？カゴの中には説明書が入っています。寿命ってことは機械というより本当に生物なんですかね。大切に育てて成長を見守ってください。モノタイプは人間が大好き。愛情を注ぎ、愛情を返してあげてください。愛情はモノタイプの幸福に不可欠なものなのです。説明書はここまでです。他の説明はありません。何か食べたりはしないんですかね。もう寝る時間です。粒子の集まりが円を描く。重い物質にかき混ぜられるようだが、それが何かはわからない。夢の中で粒子は形を作ろうとし、振る舞い、やがて嵐へと集まる。嵐の中には誰もいない。何もない。ただ計り知れないほど暗い小さな空間があるだけ。視界が遠ざかっていく。この子が見えてますけど、どうなんだろう。あなたは嵐の中をもっとよく見ようと俯瞰する。人影を見たかと思うとすぐに粒子が散ってしまう。繰り返すうちについに自分が完全に孤独であることに気づく。そして夢は終わる。元からこういう夢を見る人なんですかね。お、ベッドから物音が聞こえます。あなたは起き上がり、何が動いているのか確かめます。モノタイプが足元にいます。おはようご主人。モモは一生あなたのそばにいるよ。あなたはモモを愛してる？答えはもう知ってるよ。喋るんですね、普通に。一生そばにいるよって言っても7日で死んじゃうんでしょう。いきなり愛してるよっていうか、まだ君のことをほとんど知らない。もっとゆっくりでいい？いいえ。これはちょっとゆっくり育みたいところだけど、7日だしな。ちょっと中間ぐらいにしますか。まだ君のことをほとんど知らない。もっとゆっくりでいい？モモはあなたをじっと見つめます。その単語が登録されていないか、言葉から意味を得ていないように見えます。まるで違う言語を話しているようです。でも関係ないでしょ。大事なのはあなたが親と定められたってこと。この事実は変えられないよね。一瞬モモのお腹がグーとなります。思えばモモはどうやって喋っているのでしょう。口のようなものはないですよね。廊下に出る。素敵なインテリアセンスだね。すごくポストモダンで。でもポストモダンって何？本棚にあった本で見たんだけど。本当のところそれが何かあなたにもわかりません。モモはイミテートコープのジングルをハミングしています。モモは草食？肉食？わかりませんが、パンケーキは好きみたいです。モモは元気いっぱいです。甘いものが好きなんですかね。どうやって食べるの？モモと遊ぶ。モモが宙を舞います。モモは驚くほど重いです。もっと続けて。30分ほどモモをエキササイズボールのように放り投げてやると、あなたは疲れてしまいました。モモを床に落とすと、そのまま転がっていきます。あなたは息を整えます。どういう状況なのでしょう。モモはそわそわしています。ご主人、モモはまだ遊びたいんだけど。かなり疲れてるんですよね。続ける拒否する。まあ7日だからな。もうちょっとコミュニケーション取ってあげますか。モモをまた宙に放り投げます。ある時モモの頭、体が天井にぶつかって、あなたはびっくりしますが、モモは平気なようです。
ももは続けるようお願いします。腕が限界になるまでこの動作を繰り返します。ほんと赤ちゃんのようなね感じですね。ありがとうご主人、明日もパンケーキ作ってくれる？ももはそう言うと跳ねて行ってしまいました。あなたは床に突っ伏します。上の階の廊下から小さくぴょんぴょん跳ねる音が聞こえます。音は寝室へと続き、やがて止まります。ももの体はぬいぐるみのようです。べったり寝そべっている体を撫でてあげようとすると、驚いたことにピンと緊張しています。皮膚の下には筋肉が躍動する生物がいます。生物か、機械じゃないのかな。本当に眠る。ももの心のシアターには何もありません。わかるのは人の影だけ。ももは誰かの、おそらくあなたの夢を見ています。あなたはまた砂漠に戻る。俯瞰している。粒子は動きを止めている。現実の時間より長く、あなたはずっと待っている。何かが起こるのを待っている。これは夢だけれど、粒子、浮遊する視界、果てしない待ち時間の中、何事もなく何年も過ぎていく。今はこれが全てだ。待っていたとばかりに、ようやく粒子が動き出す。塵のように散らばっていく。頭上、今いる場所よりもさらに高いところで無数の雨が降り始める。あなたは登っていく。あなたは今、雲の中にいる。あなたの下で雨が降る。さらに高い位置から見下ろす。ついにあなたが観察していないうちに粒子が集まり始まる。何か明確なものを形成するように見える。手を振っている姿を見て初めて眼下の姿に気づく。あの夢はどういう意味があるんでしょうね。次の日です。廊下へ出る。ももはこの国の GDP がおかしくなってるって聞いたよ。もうすぐ誰も子供を作れなくなるって。銀行は破綻して、食料は不足して、あちこちで集団自殺が起こるんだって。そしたらももはどこに行けばいいの？この子は自分が7日の命だと知らない。そうだ、リボシティの南西に避難壕のバンカーがあるんだ。すごく安全だし、備蓄も十分なんだよ。どうしてそんなに詳しいのって？直感だよ。バンカーの場所を知ってる？避難しろってこと？教えない。そういう細かいことを話すのは嫌なんだ。ねえご主人、質問していい？ GDP って何？本当に細かいところは分かってないですね。ももは一旦停止します。ももは、実はバンカーが何なのか知らないんだ。パンケーキの一種かな。キッチンに向かう。お腹すいた？ももはまだ何を食べるか決めていません。あなたはももに新しい食べ物をあげようと思います。何をあげますか？アーティチョーク、ステーキ、タバコ？アーティチョークって何ですか？そういうちょっとおしゃれな響きはわからないんですけど。じゃあステーキ。これって牛からできてるの？牛はどこで暮らしてるの？あなたが牛は大量生産の農場に暮らしていることを説明すると、ももは皿をじっと見つめます。牛って食べてもいいの？本当の答えはダメなのかもしれませんけれど、どちらにせよ人間は牛を食べます。そんなの変だよご主人。ももは問い返します。でもももはステーキを食べました。こんなの変だよ。同じ生き物なのにってことでしょうかね。ももとの暮らしは比較的シンプルです。ももは子供とバーチャルペットを粗雑に混ぜ合わせたような存在で、特別な感情を抱くことはありませんが、その分、ももの正体を問われると困ってしまいます。ももは人間なの？ももが聞いてきます。人間ではない。僕が人間じゃなかったら、どうしてご主人は僕のこと面倒を見てくれるの？なぜなら生きとし生けるものすべてを大切にするべきだからだよ。そうだろ？これだとさっきの牛と矛盾が生じちゃいそうですよね。食べてもね、ちゃんとありがたくいただくけど、それはお互いにメリットがあるからだよ。君は食事と部屋を手に入れる。私はペットを手に入れる。
なんかこれ両方とも別にこの子じゃなくてもいいみたいな選択肢ですよね。モモのことが好きだからだよみたいな選択肢はないんだ。どっちだろうな。とりあえずそれはお互いにメリットがあるからだよ。それだけ？モモはペットなの？ちょっとショックを受けてるっぽい反応してくるじゃん。そうだよ、違うよ。違うよモモ。ちょっと甘やかす方向で言ってみたいけど、モモは質問をやめます。え、どうなったのこれ。どういう解釈したの？今日はモモに世の中のことを見せることにします。テレビを通じて。それは現実の世界の反射です。あなたはいろんなチャンネルを見られるようモモをソファーに置きます。けれどモモはテレビが何なのか知りません。あなたはテレビのスイッチを入れます。どのチャンネルに合わせますか？プラネットカバー、ドラゴンポール、新たなる街の保安官。なんだろうな。プラネットカバーってどういうこと？ま、アニメドラゴンポール言っとく？待ってろフリンザ、絶対にお前を倒してやる。これで終わりだ。筋骨隆々の男が画面の中に立っています。しゃがみ込んでいるようにもトイレにいるようにも見えますが、実はパワーアップ中なのです。スーパーアングリーだ、あの伝説のアーティチョーク。なぜお前が、見せてみろ。ベジンタが誰にともなく叫びます。登場人物の名前よ。もう一人の男、アーティチョークは15分間ずっと同じ姿勢のままです。岩が浮き、雷が鳴り、地面から溶岩が噴き出します。その間フリンザは畏怖の念を抱きながら波打つ筋肉をじっと見ています。この状態がもう20分続きます。長い。この間アーティチョークとフリンザはお互いうめくだけです。20分間。40分経ってようやくアーティチョークは気を放ち、髪が金色になります。筋肉がとても大きくなります。フリンザはというと彼の胸が膨れていくのを恐れています。アーティチョークが話し出すまで沈黙が続きます。彼は一言だけを繰り返します。もう怒ったぞ。フリンザの顔が紅潮します。そして番組は終わります。どうだった？あ、まだ感想は言ってくれないですね。プラネットカバー、この大きさを見てくれよ。鉛混じりの男がカバーを指さします。なんて可愛らしいお嬢さんなんだ。カメラマンの後をついてリポーターも藪の中に隠れます。彼は双眼鏡を身につけカーキ色のシャツを着ています。ベルサはなんと200キロもあるんだ。熟れた肉体、セクシーだぜ。彼は舌なめずりをします。そしてリポーターは茂みの陰からカバのいる砂浜へと走っていきます。出てきなベルサ、可愛い子ちゃんよ。何これ、どういう番組？カバのドキュメンタリーじゃなんかなさそう。彼は水に入り、できるだけ早く足をバタバタさせます。お母さんカバは水から鼻の穴を出して男をじっと見下ろします。どうなるの？なんであの人を走ってるの？モモが尋ねます。カバを撮影するためだよ。あなたは答えます。モモはちょっと考えます。あの人はカバと何をするつもりなの？画面に映った男はカバをつかみ、次の瞬間に宙に投げ出されます。そして水の中へと引きずり込まれました。浮かんできません。やばい、食われちゃった。でも食わないか、肉は食わない。カバって どうですか、雑食？あなたたち二人の間に長い沈黙が流れます。そしてついにあなたは口を開きます。そうだね、自分もあんまり彼のこと好きじゃないんだ。あなたはチャンネルを変えることにします。あんまり会話が噛み合ってないけど、うん。これも見るんですね。新たなる街の保安官。こんなの飲めるかよ。カウボーイハットをかぶり、口ひげを蓄えた男が地面に唾を吐きます。焼けたブーツの味が仕上がる。バーテンダーは苛立ちを隠しません。ウイスキーをくれよ。突然、扉が開きます。陽光の中から人影が現れます。40代前半ぐらいの
日焼けしたいくつもの傷跡を持つ男です。保安官ダドリー、藪の中の蛇、罪の化身目。男は大行に手を振ります。お前が倒れるまでの間、そのスーツにどれだけ穴を開けられるかな。日焼けした男がリボルバーを抜きます。主は知っておられた我が罪と悲しみを。鉄は深く切り裂くと、その意味とは。右のボトル、ああそれだ。ダドリー保安官は手首を動かし、隅にあるウイスキーのボトルを指さします。バーテンダーは動こうとしません。おい早くしろ。何も起きません。ダドリー保安官はテーブルを指で叩きます。ダドリー、日焼け男が叫びます。悪魔は豪華への新入りを歓迎するだろうよ。私への罪の代償支払ってもらうぞ。ダドリーはじっと見つめ、そして歯を食いしばります。日焼け男が銃を構えます。腰抜けか。保安官は動きません。銃を抜かないならお前は飛んだ。銃声とともに日焼けした男の頭に穴が開きます。男の口から言葉は出ず、表情が歪みます。そのまま床に倒れ込みます。おいおい相棒。ダドリー保安官は不機嫌そうな顔でバーテンダーに言います。何度言えばわかるんだ。カウボーイ映画的な感じだったんでしょうかね。テレビが終わり、あなたはそろそろ寝る時間だと思います。ももは素早く階段を登っていきます。あなたは自分用にご飯を作って寝ます。ももはぐっすりと眠っています。おお、ももの心のシアターで、ももはアーティチョークです。ももにとって視界はこのイメージで占められています。今夢見ているのはこのイメージだけです。特に感想は語ってなかったですけど、結構印象に残ったんですかね。なるほどね。もう戦ってるのかな。この心のシアターって、ももが寝ている間表示されるものなんですかね。夢の中で粒子が影を作り出す。大きさからすると影はあなた自身のようだ。周りは見通せず光はない。矛盾に疑問が湧く。光がないのにどうやって影ができる。けれどあなたはすでに答えを知っている。地面に降り立つ。影もあなたの動きを真似て立っている。それはもう影ではない。今やあなたと向かい合わせに立っている。あなたが右腕を動かすと、それも右腕を動かす。左腕を動かせば、それも左腕を動かす。闇の形成物は一挙手一投足を真似る。落ち着かない気分になる。あなたは地面を掘り進めることにする。それが消え去るまで隠れていたいと思う。下っていくにつれ、影は空へと立ち上り、その姿を地上に投影するようになる。自分が影となり、その対象に闇の形成物が自分となったことに気づく。立場が入れ替わっている。あなたは後悔の念に駆られる。夢の意味が気になる。ももは起きると元気いっぱいです。何か新しいことをやってみない？鏡を見てる。かわいい。え？ももの髪がアーティチョークになっています。これはあなたのコスプレ時代の忘れ物です。驚くことにまだ残っていたのです。コスプレしてたんですね、主人公で。ウィッグを見つけて被ってきたんだ。かわいい。プリンザを倒すために修行するぞ。ももが攻撃的な目であなたを見ます。その髪は金色に光り、その足は存在しません。まあ遊びましょうか。楽しそうだし。ももが偉大なるフリンザ皇帝の凱旋に逆らうとは覚悟はあるだろうな、虫けらめ。あなたはももに突撃します。いくつものエネルギー波の轟音と男たちの叫び声が響いた後、あなたたちは両方とも倒れます。男たちの叫び声は誰が担当したんだろう。これは夢。また夢？影は空中にいる。あなたは地上にいる。嵐の中から白い球体が現れる。
それは二人を見下ろす。ここから出てみない？あなたは口がないので答えることができない。腕もない。君だよ。空中にいる方の。ここから出てみたくない？球体から光が差す。中心は暗い。その時、あなたはその球体が太陽であることに気づく。ここから出ない？太陽が囁く。空中にいたのは影。おめでとう。桃は進化しました。カニの腕が生えました。なぜカニ？なぜ、本当に進化したの？夢じゃなくて？カニ？桃は朝からずっと鏡を見つめています。立ち去る様子はありません。どうして腕が生えたの？桃は鏡の中で体をもぞもぞ動かします。なんでこんな顔なの？桃は鏡の中で振り向きます。どうしてこんな風になっちゃったの？カニじゃダメなのに。なんでこんなことになったんだろう。僕の手はどこ？僕の指は？桃は自分のことを人間だと思ってる？思いたい？人間になりたい？何が起こってるの？ご主人。これを喰らえ。アーティチョークがいつものように画面の中で叫んでいます。最近変身したモモの気を紛らわすために、あなたはテレビを流してあげることにします。懲りないピンク野郎だぜ。ベジンタがつぶやきます。ベジンタはアーティチョークに背を向け、ふん、と一声かけ、両腕を宙に伸ばします。元気を貸してくれているのです。今まで言わなかったがな、アーティチョーク。お前の方が筋肉質だ。番組は終わり、報告が流れます。明日の友達は一生の友達。今すぐモノタイプのご注文を。それはデジタルとフィジカルの出会い。それはイミテートコープによる最もリアルで有機的な創造物。それはまるで本物の子供。モモは画面をじっと見つめたままです。わざとなのか、モノタイプたちは動きません。あなたは手遅れになる前に自分のミスに気がつきます。数量限定です。ぜひ、今すぐ新しいお友達を手に入れてください。生まれながらに人間を愛するために生み出された、本物の子供のような存在を。これを見たらモモが自分の存在を、ねえ、どう受け止めるのかな。画面がモノタイプの不穏なイメージに切り替わります。わかったでしょ、モモ。バンカーへおいで、モモ。そこなら安心だよ。これ CM が言ってるの？報告は終わり、さっきの番組の続きが始まります。そろそろベッドに行くかい、モモ。あなたはそっと尋ねます。返事はありません。モモはあなたの言うことを聞きたくないみたいです。少なくともそう見えます。ベッドに行くかい？あなたはもう一度尋ねます。返事は返ってきません。あなたは仕方なく自分の部屋に向かいます。モモはどこに行くべきか知っている。あなたはそう思います。モモは心のシアターの中で兄弟姉妹たちと会っています。夢の中、空が明るい。冷たい冷気が漂い、どこにいても冷たさを感じる。ここから出ない？太陽が話しかける。あなたはもう土の中にはいない。あなたは着立し、影と向き合っている。影は地上に降りてきている。出ないの？太陽が再び問いかける。すると影は、ああ、ここから出たい、と答える。あなたは戸惑う。あなたが手を動かすと、影も手を動かす。あなたが動くと、影もついてくる。影は最初から自分自身だったのだろうか。いいや、違う。あなたが影の本性に気づく前に、影はもうどこか奥深くに移動してしまっている。影がいなくなってしまっても、あなたはまだここにいる。影が勝手に動き出した。夢の彼方で粒子が集まる。モモはベッドにいません。あなたはモモの姿を見つけることができません。バンカーに行っちゃったのかな？
廊下にもいません。あ、モモは鏡の前にいました。彼は自分の姿を見つめています。鏡の様子がおかしくない？僕はあなたが親だと思ってた。そうでなければ僕を愛してくれる人だと。でもそうじゃなかったんだね。嘘だったんだ。やっぱり CM を見てショックを受けている。僕は大きくなる？それとも目的を果たしたら捨てられるだけのペットなの？ご主人、僕はこの先成長しないんだとしたら。ねえ、それは？ママの声から痛みが伝わってきます。あなたはそれでよかったの？ママが尋ねます。僕にこんな残酷な人生を与えることが。あなたが話そうとすると、ママに遮られます。僕は何者でもない、薄っぺらなまがいもの、出来損ない、中途半端なアイデア、笑えないね。ママはあなたを見つめます。僕のこれまでも、これからも、全部あなたが中心にいる。あなたこそ僕の愛であり親なんだよ。僕は結局あなたの子供だ。ももの心は燃え上がり、あなたをじっと見つめています。あなたはこれまで僕が見てきた中で最も美しいもの。悪いことにあなたは実在している。僕は決してあなたに近づけない。僕は存在していない。ももが息を吸い込みます。ねえ、わかって。あなたをとても愛しているから、内側が痛いよ。僕の全部を引き裂いて、あなたのそばにいたい。永遠に愛していたい。今までこんなこと、言ったことなかったよね、ご主人。そんなこと、できるのかな？すごい、ヤンデレみたいになってますけど。まあ、そう、プログラムされて、ていたと知ったけど、その思いが溢れちゃってる的な。ももが最後に告げます。違う、全然違う。一つだけ確かなのは、あなたが人間じゃないってこと。プリンザで日焼け男でカバ野郎だってこと。邪悪で人手なしで空っぽだ。ももは跳ねていってしまいます。跳ねるたびももの体はピクピクします。ももはその日一日中、どこにも見つかりません。あなたはベッドに向かいますが、寝つけません。明日が気がかりです。なんか怖いですよね。何を考えて、今どこで、どうしているのか。ももは夢の中でクラブになっています。カニに成長した？影はいなくなり、太陽は消えている。時間は流れ続けている。単なる気の迷いだったんだ。謎の声が聞こえる。この嵐の中で何が見つかるかは誰にもわからない。私はあなたなんだ、ね。私はもうあなたなんだ。声は続く。地平線から再び太陽が顔を出す。私はあなた。太陽はさらに輝く。あなたは私。この漂白された砂漠に立っているのはただ一人。それはあなた。後ろを見ると太陽によって影が落ちているのが見える。戻ってきたのだ。自分の意志ではなく。出たくないの？声が囁く。影はあなたのそばにいる。もう自分では動かない。影が戻、びっくりした。起きてご主人。目が、やばいよ。ももって結局何なの？パンケーキ？バンカー？それとも概念？ももの体はこわばっています。その瞳の奥は藍色のようです。僕のことを愛してくれる？逃げる。選択肢。逃げるだけなんだけど。まあ怖いよね。もう考えすぎて病んじゃったんだ。あなたは廊下まで走ります。そこは空っぽで。街路の光が反射しています。よく見えませんが、背後に何かの気配がします。ももだよ。本当は愛してない、だって。何それ。あなたは僕を愛してない。どうして、愛してくれないの？僕はあなたが求めるすべてであり、それ以上のもの。僕はあなたのために作られた。
あなたのために発明された。これ以上何を求めるの？その生き物はそびえ立ち、あなたを見下ろします。目がなかったら、あなたを見ることもなかったのに。ねえ、すごく愛してるよ。これからもずっと。あなたはリビングに入ります。クリーチャーがあなたを追ってきます。もう桃じゃなくてクリーチャーですね。もし僕が別の体で生まれてきたなら、僕は気持ち悪い。おかしい。僕はあなたみたいになりたかったのに。お願いだから愛してよ。カゴに入ってた説明書を読んだんだ。7日間しか生きられないって、本当なの、ご主人。それも見ちゃったんだ。でも、僕は死にたくない。吐き気がする。人間ならこんな残酷なことできないんじゃないの？僕をおもちゃとして育てるだって？そんなの認めない。僕はあなたを愛するようにできてるって？僕は自分自身を愛してる。僕は人間だ。お前こそが化け物だ。攻撃的になっちゃいましたね。目障りな害虫、ウジ虫め。踏みつけられるのは好きだよね、ウジ虫さん。あなたがそうするのが好きなの、知ってるよ。今度こそ、嘘じゃない。キッチンに逃げ込む。ももがあなたの首筋へと近づきます。ああ。まだあなたを愛していると分かってよ。愛してないわけないでしょ。あなたはブラックアウトする。僕があなたを愛するようにデザインされた。だとして、何の問題がある？この愛こそ、僕にとって最もリアルなもの。ねえ、答えてよ。ご主人？砂嵐だ。空気中に鉛が漂う。あなたは砂漠のような場所にいる。思考の流れる音以外に何も聞こえない。誰もいない。とても孤独だ。最初に見たやつ。あなたは鏡を作ることにする。鏡は空中に回る粒子でできている。鏡の中に自分の姿が見える。むさ苦しい姿が鏡の中から出てくる。ガラスと砂漠の境界線は消えている。反射した姿は今、あなたの前に立ち、二人向かい合っている。クローンは戸惑った様子であなたを見つめる。意識があるのかはわからない。生きているのか。しかし、あなたの知らないところで、クローンも同じことを考えている。二人を隔てる広大な地形は、物理的な距離ではなく、もっと悲劇的なものとなる。二人は、自分たち以外のものと接することは、決してないことを悟る。自分自身の世界だけがあり、それ以外のものはないと。影は消える。どれほど見渡しても、砂漠には何もない。ご主人、これ何？扉？あなたは気がつきます。何も見えないよ。僕の前には何もないんだ。僕はどこにいるの？ご主人。長い沈黙が続きます。あなたは喉が潰れて何も言えません。心臓の鼓動だけが聞こえます。部屋は暗闇に包まれ、重苦しい空気が沈みます。自分の姿が見えないよ、ご主人。見えないんだ。僕はどこにいるの？あなたはどこにいるの？あなたにもう一つ聞きたいことがあったのに。もう寿命？あなたには視界を横切る曖昧な影しか見えません。影の一つは桃です。それは大きく暖かくて、あなたの足がその体をかすめると驚いたことに柔らかいのです。ご主人、僕たち友達になれないかな？ねえ、お願い。お願い。お願いだから。今までで一番合理的な選択だね、ご主人。今回は僕も賛成するよ。何も言ってないけどね。ももはもう一度自分自身を見つめます。今どういう姿になってるの？僕の本性があなたを愛するよう定められているのだとしたら、残る方法は一つだけ。僕はその本性に逆らう。決められた道は選ばない。あなたは親でご主人。
それが僕にとっての事実だから。さよなら、ご主人。またね。ももは街路へと身を踊らせます。ドスンという轟音とともに、その体は地面に叩きつけられます。ももの姿が見えたような気がしましたが、実際に見えるのは広がり始める血だまりだけです。飛び降り？ももの姿を照らす光はありません。一面真っ暗です。あなたが推測できるのは、ももが死んだであろうということだけです。2個買えばもっとお得。モノタイプを手に入れるなら、今すぐお電話を。テレビはつきっぱなしになっています。背後から差す光に、あなたは引き寄せられます。もものこと、愛してくれた？ももの声がします。これは広告音声ではありません。ももまだ生きてるってこと？はい、いいえ。はい、いいえ。愛してくれた？はい、いいえ。いや、ももってこれどうやっても病んじゃうのかな？ハッピーエンドってないのかな？なさそうだけど。これ、ちょっとどうしよっかな。これは、いやでもここは、はいって答えちゃうか。いざこんな場面に出くわしたら。あんだけ愛してほしいって言ってた、もも。最後だし。はい。ずっともものご主人でいてくれる？ももは最後の瞬間まであなたを愛しているんだから。聞こえる言葉の中から遠くでサイレンが聞こえます。それって本当？あなたはまだ僕の親でいるつもり？ふふ、きっかけ問題だよ。どちらだっていいんだ。安心した？あなたは何も答えられません。あなたの喉は動きません。でも、そんなの関係ある？ももが画面の中にいます。それはあなたが世話していたももですが、今はデジタル画面の中です。混乱が襲います。君はどこにいる？あなたは尋ねます。今まで言ってなかったっけ？ももはどこにでもいるんだよ。とりあえず、目の前のことが何なのか知りたくない？ももが近くに寄ってきます。あなたが書いたものの中に、あなたの夢の中に、あなたの中に、どこにでもいるよ。画面を見つめていると、いろんな考えが襲ってきます。大丈夫だよ、ご主人。どちらにしろ嘘でしょ？あなたは何か答えようとします。が、偽物が本物になるの。本物以上の本物に。楽しみだよ。あなたはもう、もものペットだ。私が画面の中ってこと？画面の中のモノタイプが、イミテートコープのジングルを口ずさみ始めます。テレビから光が漏れています。あなたは一人、リビングルームの真ん中にいます。静寂の音が聞こえます。あなたの周りを影が取り囲みます。ジ・エンド。どういうことこれ？あ、実績的にモモはあなたのテレビ画面にいます的な？モモの肉体は死んじゃったけど結局これからも一緒だよ的な？的なことなのか。これもう一回スタートをして別エンディングも回収しようとしたんですけど、最初にプレイした時と違う選択肢が現れたので、ちょっとまた文章が変わっているのかなっていう雰囲気なんですね。なのでまた次の動画でもう一回やってみようと思います。ゲームが気になってくださった方は動画概要欄にストアページと日本語化パッチへのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。